アメリカもボロ物件のね、ポールさんとかね。そうですね。ポールさんもご存知ですか？はい。なるほどね。じゃあさきちゃんはどういうふうに思ってますか？私はちょっとまだ全然勉強始めたばっかりなので、それこそこれからなのでちょっと何にもないです。だってまだ10代なの。でもさ、興味あるでしょ。もし買うとしたらどういうふうにその1軒目までね、まあ例えばどうやってお金貯めていこうとか、もしくはもう頭金なしで買うつもりでこういうふうなこと考えてますとか、なんかあるんじゃない？そうです。もう私はずっと大学生のうちはとりあえずその就職をメインに考えてて、それこそ就職してその融資引いて借りてっていうふうに今のところは考えてます。ああ、なるほどね。融資を引く、借りるっていうことに抵抗のない、抵抗がないんだよね。大体そのメンタルブロックがあるんですよ。そうそう、借金は悪いこととかさ、やっぱりそこはやったんですよ、親がさ。そうですよね。そこがないっていうことはもうすでにね、未来は明るいですよね。明るい明るい。まずそこのさ、借金が怖いっていうか、借金は良くないことっていう、そういう考え方を捨てるのに時間かかるからさ。そうなんですよ、一般の人はね。それでも半生過ごしてしまう人いますからね。これでも気がついたらさ、もう融資引けない年だったりとかあるから、この若さでそれを分かっててやろうって思ってるなんてね。属性も生かして、しかも残存期間いっぱいあるわけじゃないですか。早ければ早いほど絶対優位だから。何回住宅ローン組めますかね。80万ね、素晴らしいよね。なるほどね。じゃあ2人ともその不動産賃貸業っていうか、まあ不動産投資っていうものに対しては全然そのマイナスのイメージを持ってないってことですかね。例えばなんかこういうことがあったら怖いんじゃないかなとか、そういうなんか自分が不安に思ってる要素って何かあります？その不動産に対して。私は意外ともうなんか不安思ったら片っ端からもう調べまくって潰していく方なんで。おお、さすが元スポーツマン。おお、突っ走もうね、目的決まってるから。でもその通りなんでね。不動産ってさ、すごく長い間いろんな人がやってる投資だから、結構解決策あるじゃないですか。こういう時はこうする、こういう時はこうするって言うんだけど、先にリスクが分かってれば。分かってるからね。でも結構みんなそれをすごく怖がる人が多いから。ね、でもちゃんと理解してて潰そうっていう考えがあるのがすごいね。まあなんか、自分で言うのもあれですけど、まあ若いんで、絶対自分がまあ40とかになった時って買いたい人出てくると思うんですよ。あ、自分が買った物件をね。はい。その同世代の人が不動産に興味持ち始めた時に出口として出せればいいんじゃないですか。すでにこの年で出口って言ってますからね。びっくりするね。楽しいですよね。出口くんっていう同級生いましたけど、それ以外で出口って言葉20代で発してないんですね。そうですか。でもその分出口、もう若いんで、出口はとにかく考えなきゃなって最近はすごい思います。若いんで2回言ったじゃないですか。もうテレビの向こうのおじさんおばさん聞いてなったんですよ。いや大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。でもさ、いやもう若い子たちが可愛いこと言ってるなっていう温かい目で見てくれますよ。いやもうそれはもちろんですけど、すごいよね。だってね、どんなに不動産投資で成功してお金も時間もあっても唯一買えないものがあるんですよ。若さなんですよね。あ、そう、若さとね、時間。時間はもうね、まあ。ねえ、こんだけあるとね、どんな未来が待ってるかってすごいよね。なんかさきちゃんはその不動産に対して不安なこととかマイナスなイメージ何かありますか？私はちょっとなかったんですけど、最近やっぱりコロナの影響で結構リモートになってきたじゃないですか。だからずっと私はその都内の物件がいいのかなって思ってたんですけど、通勤する必要がなくなってでかけてるじゃないですか。今これからわかんないですけど、これからの流れ的にもしその通勤しなくてよくて、結構地方の方でそのまま家でリモートワークもできる選択肢が増えたら、その都内の物件って需要あるのかなっていうふうにちょっと思って。あ、なるほどね。まあね、1400万人ぐらいいますからね。全くずれにはならないとは思いますけど、ちょっと前とは変わるでしょうね、コロナ前とは。でもなんかね、心配してることがさ、現役の不動産投資家と一緒っていうかさ、ね、もうすでに始めて持ってる人が心配しそうなことを持ってないのに分かってるっていうのが、それまたすごいですね。親からね。いやでも環境いい環境だね。それってなんかこう夜晩ご飯の時とかそういうお話になるんですか？すごい食卓ですね、親子で。食卓の録音テープが。本当だよね。前はどこ行ってたの？本当だよ。小高さんはそういうことは親御さんは知らないんですか？内緒なんですか？じゃあ家の中でそういう話できないんですね。全くしないです。じゃあお友達とかもそういう話できる人いないんですか？まあ数名いる程度ですね。あ、じゃあまあ不動産投資家ってこう会社でもねサラリーマンやってるとこう持ってるって言えなくて、それを言う場が欲しいから親の会とか入るじゃないですか。そういうだからお友達なかなか同世代でいないでしょう。同世代ではあまりいないよね。なかなかツイッターとかで言うんですか？つぶやくんですか？まあなんか本当偶然の出会いで出会う人はいます。あ、不動産やってるんでしょみたいな。あ、不動産じゃなくてもまあ投資に興味があるっていうなんかさっきさ出た話だと、まあ、大学は割と進んでるっていうか意識高い子たちが多いから、うん、投資っていうのはまあ興味があったりやったりしてる子は多いけど、投資の中で不動産を選ぶ人はかなり少ない。そうですね。株とかだったらね。あ、そうそうそう。株とかサークルでもありましたよね。FX とかはあるみたいなんだけど、不動産はかなり少ないっていうことなんだけど、やっぱりそういうさ不動産を避ける人たちから見ると不動産ってどういうところがハードル高いのかな？まあお金でしょうね。やっぱり最初の資金がいっぱいいるっていうこと？そうですよね。まあいわゆるその資金がね、種銭って言いますけど、そこが必要ですもんね。まあ天体っていうね、借り手するとかさ、本当にお金がないうちは、まあ、それもいいアイデアかもしれないけど、まあ、東京とかだと家賃がそもそも高いからね。そうですよね。借りてそこでさらにプラスで取っていくっていうのは、まあ、シェアハウスやったりね、昔ちょっと流行ってた民泊やったりとか、はい、それプラスアルファ何かをやらないと天体のは関東だとちょっと難しいかもしれないですね。なんかこう2、3万で貸してくれる人は多分いないからね。まあね、東京だったらね。スペースマーケットっていうね、なんかあるじゃないですか。貸しスペースみたいな、時間貸しとかだったら、小さく区切って、貸し会議室やったりとか、そういうのあるかもしれないですね。まあ、一時前の民泊みたいな。民泊。そうね。そうです。すごいな。やっぱそういう、なんか会があったら、どんどん参加するんですか、やっぱり。セミナーとかじゃなくて、飲み会とかあるじゃないですか。はい。まあ、もう、成人してるから、あれですけど。そんなにお酒飲む感じもないですもんね。まあ結構好きなんですけど。そうですか。じゃあ喜びますね。いろんなこと教えてくれそうじゃないですか。お酒飲みながら、結構セミナーも大事ですけど、その後の懇親会とかでね、いろんな裏技を教えてくれたりしますからね。あとさ、やっぱり圧倒的に周りから見ると年齢的に若いじゃないですか。だからさ、みんな世話焼いていろいろ教えたがるっていうか、向こうから何もこっちがさ言わなくてもね、だって本当言ってくれるんじゃない？娘のような感じなので、心配になってね、失敗しないようにっていう、ちゃんとこうみんな色々ね教えてくれる人も多いんじゃないかなと思うんだけどね。そうですね、ありがたい。若いって若いですよね。本当そうだよ、本当にそうだよ。よくそんなね貯めましたよね。アルバイトして貯めたんですか？そうです。でも年間50万ぐらい。でもそれもすごくないですよね。いわゆる家庭教師とかそういうことやったんですか？まあバイトで、まああれですね、うちは工場抜けるのはダメだったんで、108万以内だとまあだいたい月8万5千円ぐらいじゃないですか。なるほど。扶養控除抜けれないギリギリの額で。でそれが3万5千円毎月入れて5万円使って。でプラス自分で家庭教師とか探してやれば、そっちはそっちで経費も稼いで、お経費とかそういうこともちゃんとね分かりつつので合わせれば、まあ別にそんなに無理することなくできるかなっていう感じは。素晴らしい。よく考えてますね。とにかく親にバレないように。バレないように。まあ YouTube とかなかなかどう見てないんでしょ、そんなに。多分大丈夫ですね。いやちょっとなんかいろんなこと聞きたいですけど、ちょっとおじさん的になっちゃうんだよね。清高さんからちょっと。まあなんか本当に偉いなって思うんだけど、なんか知ってる不動産投資家、お母さん以外、親御さん以外で知ってる不動産投資家さんとか、読んだことあるその金町調査以外の本とか、なんか参考にしてることって何かありますけど。あります。そう、ここにもねいっぱい本あるんだけど。なんか私本はあんまりまだ読んだことがなくて、お母さんの話とかでポールさんの話とか、今名前出たので、あちょっと知ってるって。あ、なるほど。ポールさんのどんなの知ってます？なんかちょっと地方のところでなんかその人をたくさん入れるつてがあって、自分分にしかできない方法で不動産投資を成功してる。ああ、確かに確かに。そう、富山でねやってるんですよね。なんか自分のコネクションっていうかね、まあ特殊能力でもね、あれもね、そうそうそう、先に入居者を決めてから物件を探すみたいな。そうだね。まあもう入居者さんからいただく家賃が全てだから、収入はもうそれは固いは固いですよね。それ素晴らしいです。他になんか知ってる人います？まあ、YouTube とかでもいいですよ。最近だったら本とかブログよりもその動画とか、なんかそのボイシーみたいな音声とか、そういうところから結構勉強してる人も多いから、なんか聞いたり見たりした人いますか？いや、それこそ日のとか、見てくれてんの？聞いたことが。マジで？めっちゃこれですよ。そうじゃないですか。素晴らしいですね。友達だからね、お母さんとか。あ、そうなんですね。そう、それでよく話されてるけど、もなかちゃんなんかこの人の参考にしてますとか、結構見ましたとかあります？何か。割と飛び込んでって教えてもらってる派なので。あ、そうだよね。でもそのさ、飛び込む先をどうやって見つけてるの？勘です。勘。すごい、やっぱ動物的な感が働くんですよね。あ、なんかじゃあその人の発信物とかを見て、なんかどういう人とかを遡ってみたりして、あ、この人行ってみたいって思う人にコンタクト取って会いに行ったりとか、そういうこと。手伝いに行かせてもらったりがメインですかね。なるほどね。でもそれ一番効率いいよね。もしくは本読んで面白かった人のまあ SNS 探して、セミナーやってないかチェックしたりって感じ。男性ですか？それは男女関係なく？関係なくです。勉強熱心。結構そのまあ大工仕事って言ってあれですけど、 DIY でそのねトンカンやるのってやっぱり力仕事なんで、私できるかなとか、そういう抵抗はなかったですか？なかった。やってやれみたいな。もう行くしかない。行くしかない。じゃあ別に特に自分がその作業が好きだからとか、できて得意だからとか言うんじゃなくて、まあただその人に会いたいとか、その人とのコンタクトのためにお手伝いに行くっていうことをやってるってことですか？作業中に物件の案内が入るってことよくあるじゃないですか。不動産屋さんからこの案内ですよって。あ、賃貸で内見したいもありますし、こういうの売りに出ましたよみたいなのもあるじゃない。結構ある気がしてるんですけど、なんかこの物件どうですかとか、それで仲良くさせてもらってると、そのまま一緒についてくるみたいに見せてもらえるみたいな。そういう時はもう黙ってどうやって差しにするのかな。あ、そうだよね。そういう機会ってさ、めったに見られないから。確かに実地じゃないですか。本にも書いてないし、本当実地の勉強だと思います。そうですよね。これはだから正解がね、教科書があってこれが正解とかっていうのがある世界じゃないですからね。あと不動産屋さんと大家さんがどんな会話してるかとか、なんかこうなんて座敷を出して見えないことをちょっと見て。でもそういう状況にはもう何度もなってるわけですね。何度か、まあ。これね、自分が実際に不動産業者とまだやり取りしたことがない人とかは、こういう現場を見たことがあるっていうだけでもすごいことだと思いますよ、本当に。いや、本当そうだね。見る機会ないしさ、いきなり自分が東証の物件買うって言ってあった時に何を話したらいいかって分からないよね、正直。どういうふうに相手にアプローチするのが正解かって分からないじゃないですか。書いてないですか？書いてない。だって相手のタイプによるから。それは何度も何度もそういう場に行っていろんなパターンをね経験するしかないですもんね。あと、まあ、いろんな物件も見られるので、行けば行くほど、あとどういうふうに変わっていくかとか、だから結構、なんて言うんでしょうね、お手伝い行くのバカバカしいとかあるかもしれないですけど。